せーの、ルンルン、どうも、シホルンでーす。はーい。今回はですね、久しぶりにネイルチップを作っていこうと思います。イエーイ。それでは、早速始めていきましょう。スタート。パッ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 パー。はい、久しぶりにネイルをやっていくということなんですけど、私はね、ちょっと爪の形がコンプレックスであんま好きじゃなくて、いつもネイルチップをね、つけているんですけど、季節的に春じゃないですか。なので、今日は春ネイルをやっていこうと思います。今日はですね、ダイソーさんでマニキュアを買ってきました。カンコレネイルカラー、カーキ。カーキ色を買ってきました。あとはじゃーん、こちらのなんか白いねシールを買ってきました。そして一番大事なネイルチップでございます。これはいつも私がねダイソーさんで買っているオーバルタイプのネイルチップです。爪楊枝です。グダグダでごめんなさい、本当に。あーもう私今日もう言葉が出てこない。あ、まずはですね、こう自分のね爪の形に合ったチップを探します。はい、決めれたらですね、次に塗っていこうと思います。白とかピンクとか入れようと思ったんですけど、今回はこれ一色でやっていこうと思います。暗めの色って何でも合うじゃないですか、まあ、私のイメージなんですけど、全部塗っていきます。じゃーん、塗れました。まだ一度塗りなんですけど、塗れたので乾いてからまた二度塗りしようと思います。それでは二度塗りが終わったところまで、はい、二度塗りが終わって乾きました。イエーイ。しっかりとしたカーキになりました。え、なんかカーキって可愛いですね。なんかそしたらですね、私がずっとやりたかったこちらのシールを使って爪にね貼っていこうと思います。前からこういう白いねブツブツみたいなのをこう爪のね周りに貼るっていうのがすごい好きで、ちょっと久しぶりにやってみようかなと思って買ってみました。はい、こんな感じで両方できました。イエーイ。そしたらですね、次にこちらのトップコートを使ってこの子たちを固めていきます。私そういうなんかすごいネイリスト目指してるとかそんなんじゃないんで、すごいはい、やり方間違えてたら本当にすいません。こんな感じで塗れました。そしたら乾くのを待って、これで完成になります。イエーイ。こんな感じで完成しました。本当にはい、下手くそですいません。でもなんかこれってすごい簡単なんだけど、すごい凝ってるように見えるんですよ。なのでぜひ皆さんもダイソーにねこのシールあるのでやってみてください。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォローよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイルンルン、バイバーイ。